こんにちは、こじこじです。ほとんどの方がお正月休み終わってもう普通の生活にね戻られていると思うんですけども、僕はというと正月太りしてしまったのと、お正月ちょっと不摂生をしてしまったので、まだ正月気分が抜けやらないということで、今回はこちら予定していた3つ目の福袋です。こちら秋葉原の路地裏の店舗でね3000円で購入しました。秋葉原の福袋というと買ってね、買わなきゃよかったって福袋多いんですけども、一つぐらいねひどい福袋があって、今年の厄落としになればなということで購入しました。世界よ、これが秋葉原の福袋だということでね、開封していきたいと思います。ということで路地裏のお店で買ってきた福袋です。なんか結構箱系が多いんですよね。こういうところの福袋って iPhone ケースとかね、めちゃめちゃに入っている感じなんですけども、 iPhone ケースじゃなさそうな箱が結構多いです。まずこれいこうかな。これすごい気になります。こちら、なんか普通っぽいの出てきた。モバイルバッテリー1万ミリアンペアということでね、これ普通に使えるんじゃないかな。しかもなんかソーラー充電できるみたいなこと書いてあります。これすごくいいの出た気がする。なんかものすごい外れ系福袋を期待したんですけども、初っ端からそれなりにいいの出た感じがする。ソーラー充電できるモバイルバッテリー、これはね震災の時とかねすごくねありがたい系の商品ですね。続いて、なんかこの福袋意外にいいかも。全然ね何ですかね、ゴミ袋感のあるカチャカチャって商品が一つもない。全部箱に入ってる。じゃあ上の方にあるこれいこうかな。こちら、これ見たことある気がする。僕ね一回会ったことある人のYouTube の動画でね、これ紹介してた気がする。今年の福袋開けてこれ入ってた気がする。マルチトリマーブレード、マルチトリマーブレードということでね、メンズ用なんですけども、こんな感じでね髪を整えたりねできるみたいですね。またこう体毛のねトリミングとかできるみたいです。これでちょっと眉毛いったら眉毛バッてなくなっちゃう感じですね。僕元からね眉毛薄いから眉毛かけよとかね眉毛剃るなよとか言われてるんですけども、そんなに剃ってる覚えないんですけど、これ使ったら眉毛本当になくなっちゃう系ですね。でも嬉しいかな。嬉しいかな。続いてなんだろう、これブリスターパック系あるのでブリスターパック系いきます。こちら、これはなんだ、これ今後ろで使ってるのと同じ系統の、ライトですね。しかも色をコントロールできる系の、そうですね、こう貼り付けて使う系のライトですね。これは面白いかも。これ普通に面白いかも。ちょっと嬉しい。これはちょっと嬉しい。こういう系って意外にね、自分でお金出して買うかって言われると、お金出しては買わないかなと思うんですけど、こう福袋に入ってると、なんかちょっと嬉しいかもって感じになりますよね。これ使ってみたい。楽しいですね。そんな外れじゃないかも。今年のね、厄落としにしたいと思って買ったんですけども、そんな厄落としにならないかな。で、箱があと、あと2つしかない。3000円で5個ぐらいしか入ってない。1個600円ぐらいか。じゃあ、こちら、あれこれはどっかで見たことある商品だな。パルックボールプレミアということでね、パルックボールプレミア。パルックボールプレミアって LED 電球なのかな。 LED だとちょっと嬉しいんですけど、 LED っぽくないな。一人暮らししてるのでね、替えの電球は必要だったりするので、そういう時に使う。いや、ごまかしきれないゴミ感ですね。これはゴミ、厄落としできそうですね。それでは最後の商品ですね。最後の商品、結構重たい感じ、これが一番重い感じですね。それでは行きます。最後の商品、これで厄落とせるか、ひどい商品期待。こちら、出た、今年も出た、ドライブレコーダーですね。例年なら参考レアモノショップのね福袋にね、こういった感じのドライブレコーダー入ってるんですけども、今年はね秋葉原のよくわからない路地裏のお店で買った3000円の福袋からドライブレコーダー出ました。でもね、だいたいこういうドライブレコーダーって
夏の日差し、最近日本夏めちゃくちゃ暑いじゃないですか。夏こうずっとつけとくと内部の基板がね、溶けちゃうのかな、クラックを起こしてね、ちょっとエラー入ったりするんですよね。で取り外して数日置いとくとまた使えるようになってるっていうね、微妙な感じのねドライブレコーダー多いです。思ったよりも中身がスカスカだったので個別にね見ていきたいと思います。まずこちら一番最初に出ましたソーラーバッテリー3というのが正式な名称みたいなんですけども、ソーラーパネルがついたモバイルバッテリーで、最初にもお話しした通り最大容量1万ミリアンペアということでね。でこちらよくよくねパッケージ見たところ、後ろにねソーラー充電は補助機能ですということで、太陽光でのバッテリー充電は80ミリアンペアほど可能ですということで、この80ミリアンペアというのは1万ミリアンペア中80ミリアンペアマックスでしかソーラー充電できないということだったら、控えめに言ってこのねソーラーパネルいらねえんじゃないかってぐらいクソですね。とりあえず中身の方開けてちょっとね詳しく見ます。中身こんな感じで、ああ僕個人的に好きな緑色ですね、これは個人的に当たりかも。でこちらにソーラーパネルがついていて、ソーラー充電されるとね緑色のランプが光るそうなんですけども、もうすでにねほら充電できてるみたいですね。結構照明焚いてるからかな、普通にね室内でも充電できてますね。これがメーターが6個かな、5つですね、5つマックスまで行くとかなり充電されてるよっていうことらしいです。でこちらに電源ボタンがありまして、後ろにねライトがついているので、あこれでねマックス充電されているんですけども、ライトダブルクリックで、ね、こうライトがつくということです。で押す回数によったり強弱点灯ということでね、こんな感じで、はいこんな感じでね使えるよということです。まあモバイルバッテリーとしてはね問題ないんですけども、ソーラー充電一体ねどれぐらいできるのか、そこが問題ですね。続いてこちらですね、マルチトリマーブレード、中身ね見ていきます。中身はこんな感じになっていまして、僕ね眉毛剃れないじゃん的なこと言ってたんですけども、実はこちらの歯が短くなっていて、こちらでね眉毛とか剃れるみたいですね。眉毛剃る用のアタッチメントもねこのように2つついています。でこのね反対側、こちら側がねこう何ですかね、髪とか体毛を剃ったりするようなやつでね、それ専用のアタッチメントもついています。これはこれでね、うん、何ですかね、男性の身だしなみに使えるんじゃないのかなといった感じはするんですけども、ちょい微妙な感じがします。それではせっかくなので電池入れて動くかぐらいはね確認したいと思います。はい、ということでね電源オン、こんな感じでねライト光る感じですね。ライト光ってこういった感じでね、はいもうね毛生えてないんですけども、こんな感じでね剃ることができるそうです。生えてないからわかんねえよ、どこ剃りゃいいの、わかる部分、腕とかもな、ちょっと変なとこ剃るのやだな、ここをちょっと一回、あーとりあえずカメラ越しでね剃れてるか剃れてないか見えないと思うんです、ちょうるさい、とりあえずねカメラ越しで剃れてるか剃れてないかわからないと思うんですけども、目視でね剃れていることは確認したのでとりあえず使えそうです。反対側のこちらに関してはこのね何ですかね、このカバーを下に下ろすことによってこちらがね起動するみたいです。でこれもなんですけども、説明書読んでて思ったんですけども、新品の単4アルカリ電池2本で1回5分使用の場合約5回使用できますということでね、最大25分しか使えないということでね、やっぱりこちらもなんかちょっとねバッテリー的に微妙な感じがします。続いてこちらパルックボールプレミア、はいパルックボールプレミア、結構ねインターネット調べたら高いらしいんですけども、 LED 電球ではないようです。中身まあ電球が入ってるだけだと思うんですけども、ちょっとね見ていきます。おいしょっと、これ普通直で入ってますから、なんかプチプチとかに入ってないんですかね。
はい、ということでね、パルクボールプレミア直で入ってました。これ中古とかなのかな、新品って普通なんかこういう電球系ってプチプチとかに入ってませんか、入ってないのかな。いや、なんかこれはこれで、はい、微妙ですね。せめて袋ぐらい入ってればいいのに、なんか内側の袋とかないんですかね。そういう過剰な包装はしません的なスタンスなのかな、パナソニックさん。僕の使ってるカメラもパナソニックのルミックスの G8 なんですけどね、うん。はい、続いてドライブレコーダーですね。こちら、プロリンクというね、プロリンクジャパンというメーカーが多分中国とかから仕入れてる製品だと思います。画素数についてなんですけども、30万画素の CMOS センサーということでね、画像はそんなに期待できないと思います。最大 720p ということで、結構ね、世代的にはドライブレコーダー出たての頃に出たあの廉価帯のモデルかなって感じがします。とりあえず中身ですね。中身は意外に綺麗ですね。しっかりこういった感じの日本語のね、説明書、フォントもなんか怪しい日本語じゃなくてしっかりしたものが入ってます。さすがプロリンクで輸入してるものだと思います。で、なんだろう、なんかね、ちっちゃい冊子も入っていて、こちらがドライブレコーダー本体ですね。うん、まあやっぱりすごい軽いですね。で、別途バッテリーが入っていたりと、梱包に関してはかなり綺麗ですね。普通こういうドライブレコーダーって元からバッテリー内蔵とかで、バッテリーこう後からつけるタイプのって少ないので、まあこういうね、丁寧さとかね、まあ日本人受けするのかなと思います。それでは最後、こちら。マルチカラーライト 2P ですね。まあ、先ほどもお話しした後ろで使っているね、 LED ライトテープのテープじゃない版ですね。とりあえず開けちゃうか。日本の商品だとこう点線とか入っててね、こうバリバリバリって開けやすくなってるんですけども、こちらそういった気遣いとか一切されていない商品ですね。めちゃくちゃ開けづらい。この辺ね、やっぱりね、中華製の商品だなって感じがします。で、ライトに関しては、別途ね、電池が必要って書いてあったんですけども、電池めちゃくちゃ必要。単4電池が3本必要ですね。とりあえず動作確認のために電池を入れます。こんな感じでなんか勝手に光っちゃったんですけども、リモコンを効くのかな？よいしょと、オフ。あ、効きますね。オン。手で隠せば分かりやすいのかな。こんな感じでね、結構綺麗に光っているので、これはこれでね、あの部屋に置いとくと楽しいかも。ということで、今回は秋葉原の路地裏のガジェットショップで購入した福袋を開封してきました。僕がジャンク慣れしすぎていて、感覚がもう麻痺しちゃってて、当たりか外れか判断がつかないんですけども、今年最初の厄落としできたんじゃないかと思います。この動画が面白かった、参考になったという方は、チャンネル登録、グッドボタンしていただけると僕のモチベーションが上がります。また次回以降、年始の動画で紹介したジャンク PC 福袋から出てきたノートパソコンの動作確認、修理、メンテナンスなどを行っていくので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。また前回前々回の動画こちらにあるのでね、よかったら見ていってください。皆さん、今年もよろしくお願いします。また見てくださいね。バイバイ。